人が100人いれば100通りの恋の形があり、100の恋の歌があります。モーツァルトはオペラの世界で、そんな人間の恋のさまざまな姿と心の動きを素晴らしい音楽で巧みに描き出しています。第2部はモーツァルトを代表するフィガロの結婚と魔笛という2つのオペラから、モーツァルトの恋の世界を素敵な歌手の皆さんをゲストに迎えて味わってみたいと思います。前半に演奏するのはフィガロの結婚。この物語の舞台はスペインの貴族アルマミーノ伯爵の宮殿です。伯爵の忠実な召使いフィガロは、同じく伯爵夫人にお仕えする利発な女中スザンナとの結婚が間近に迫り、ウキウキしています。フィガロは伯爵が二人の新婚の部屋として用意してくださった部屋に注文したベッドが入るのか、サイズを測っています。でもどうやら伯爵は隙を見てスザンナを狙っているらしいのです。
陰で聴いているのを知りながら、スザンナは恋の歌を歌います。それはまるで伯爵に愛の告白をしているように聞こえます。やきもきするフィガロ。でも本当はスザンナはフィガロへの気持ちを歌っているのです。伯爵の宮殿で一番のいたずらっ子はケルビーノ。いつだって宮殿中の女の人のお尻を追いかけ回しています。今回の恋の相手は伯爵夫人。伯爵夫人に捧げる恋の歌をギターの伴奏で恥ずかしげに、
恋とはどんなものかしらと歌います。そんなケルビーノに、お前は兵隊に行くのだ、もうこの宮殿にはいられないぞとフィガロが歌うのが、もう飛ぶまいぞこの蝶々です。2曲続けてお聴きください。Sweet.
たか。この後フィガロとスザンナは無事に結婚。アルマビーバ伯爵は全てをお見通しだった夫人に浮気心を誤って、物語は大団円ハッピーエンドを迎えます。さあ、モーツァルト、オペラで聴く恋の形。後半はモーツァルトが作曲した生涯最後の歌劇マテキからよりすぐりの恋の歌をお送りします。マテキは52年前のまさに今日、1791年9月30日に初演され、大好評を博しました。歌劇マテキは昼の王様の世界と夜の女王の世界を描いたおとぎ話です。このおとぎ話の世界で暮らす鳥を取っては売って暮らしているモテない男パパゲーノ。ああ、恋人か女房がいれば最高に幸せなんだけどなと歌います。Oh!
おとぎ話の世界に一人の旅人がやってきます。その名はタミーノ、東洋の王子です。タミーノは王女パミーナと結婚するために、またパパゲーノは愛しのパパゲーナと一緒になるために厳しい修行の旅に出ます。旅の友は魔法の笛、そして魔法の鈴。二人が行う修行の掟は、どんなことが起きても絶対喋ってはいけないというもの。王女パミーナはいくら話しかけても返事をしてくれないタミーノに、きっと私のことが嫌いになったのだわと勘違い、絶望のアリアを歌います。囚われの身となってしまった王女パミーナ、その見張り番はモノスタートスという、これまたまあうだつの上がらない男で、宮殿では
が飛んだ花つまみもの。そんなモノスタートスがお姫様のパミーナを見た途端、その美しさに一目惚れ。俺だって恋していいよな。誰にだって恋の喜びはあるんだ、と早口のアリアを歌います。思ってしまいます。